どちらが当たる？これゴムってのがたまらんすよね。来るでしょ。その時に手首返して合わせちゃう。ちょっとクイクぐらいでいいんですかね。そう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 。それ気が付きつけなあかんで、ね、その平鈴木は。これダメだわ。どうした？もんじゃってるもん。俺が取ったるわ。僕も食った。ダブルダブルダブル。でかい。でかいでかい。マジででかい。マジで？でかいでかい。これ。おいおいちょっと待て。何やっとんやお前。平や。平鈴木や。ちょっとゆっくり行け。ゆっくり行け。でかい。網は。いやいやいや、ひらやん、ひら、ひら鈴木、おーひら、ひら、ひらやん、ひらやん、ちょっと逃がしてあげて、まずわかりました。でっかい、やっぱひらかと思ったわ。これひら鈴木やったらニュースになるとこやで、これ、はあ、よかったですね、これで、ね、これいい動画やな、これやってますね。来た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 、これでかい。これね、ハゼだわ。ハゼ、あの狙いのハゼ。尺、尺じゃないけどいいサイズよ。これを狙ってたのよ俺。いやー来た来た、いい感じ。ほらマギス。うわ、ヒラやん。うわ、ヒラやん。石原さん、ヒラ、また来た来た来た。これ天ぷらにしてうまいんだって。ヒラ鈴木、危ないから目気をつけてよ。これは貴重やで。ブーン当たって、あ、これ天ぷら丸揚げ。さ、こういうのって水槽で育てることでできるんですか？できますよ。あ、この生きたまま持って帰って、それ塩入れて、あ、塩入れんでも生きとるよね。淡水でも平鈴木生きちゃう。あ、汽水系やけん。汽水、なるほど。うん、岩倉の山奥、はい、あの岩倉もおるから鈴木。普通に淡水域に。岩倉って東京の岩倉高校。ああ、いや、じゃあの岩倉の、ね、淀川っていうのがあるんだけど、岩倉川っていうのがあって、それで名古屋港から30キロ40キロ離れてるんだけど、はい、海から40キロ離れたら陸地まで行っちゃうんだよ。あ、そうなんですか。この平鈴木はすごいです。だから淡水でも行けるんだよね。なるほど。ただ淡水では繁殖できないって言われてるね。あ、だから琵琶湖に鈴木話しても琵琶湖で鈴木が釣れちゃった、平鈴木が。だけど誰かが逃がしたんだろうね。だんだんね、夕暮れになってきまして綺麗なんですけど、最後あと1匹ぐらいっつってね、夕飯の出しにしないと。いやー本当に綺麗だね、石原さんこれ、うん、これ見て、夕焼け、夕焼け小焼け、夕焼け小焼け、うん、めちゃめちゃ綺麗だ。綺麗、ね、最後は釣るだけだ。夜の方が釣れるんだよ。まあね、石原さん、はい、もう8時や。8時ですか。7時半か。でもだいぶ暗くなってきましたね。もう何も見えなくて、当たりがビタッと止まった、潮止まり。はい、あれから3時間経過で真っ暗になってしまいました。ちょっと当たりが止まっちゃってね、まあ、10キロクラスのキラ鈴木はちょっと取れなかったんですけど、ちょっと料理やっていきましょうか。ちょっとガスコンロで天ぷら作っちゃう。やっちゃう。どう？ああ、おるよ。結構これすごかったね。いきなりのゴールだね。でも腹減った、俺何にも食ってないあれから。これはね、さばいてこうよ。やろうや。まあ、ハゼ君はね、さばいて締めてカンってやって、ちょっと鱗が少しあるから鱗を取って、軽く入念取って軽く取ってやって、まあこれぐらいだったら多分食べれるから。内臓取らなあかんでしょ。内臓首切っちゃえばいいじゃん。そうそうそう、まずこれ軽く鱗を取ってやって、うん、でね、で首落としちゃうもん、うん、ここからね、エラのとこからこうやってヒレのとこから頭をね、もう落としちゃう、こうやってガバッと、うん、こんな感じでね。さっきまで生きとったから新鮮だでね。こんな感じ で内臓取って、そうで内臓を、あ、ちょっと切れてないかな、大丈夫か。そうで取ってやる。で骨はどうする？骨はね、これ丸揚げ。あ、マジで？唐揚げで食べれちゃうから、こんな感じでも洗っちゃう。まあこの水もそんな汚くないから。はい、こんな感じね。ここに油を今から入れていく。オッケーオッケー。これ油入れていくね。キャノーラ油、あら、見にくいからもう、うん、これにしよう。日清の竜田揚げ粉、はい、火つけてガスを出します。ちょっとこれ取り合いになるね、今日の食料ないから。そうだね。ジョアさんも来たけど、一人一匹しか、一匹ぐらいしかないから。油、あ、もうさばいてくれたんや。もうさばいたよ。ちょっと油で、もうちょっとね、いいでしょう。油が綺麗ですね。あと朝からわしら何も食べとらんや、うん
食べてないやろ昼飯も。食べてマジで食べてないです。マジで食べてない。だからありがたみが分かるから。そうなんだよ。そうですね。でも高橋さん焼き鳥の匂いがさっき。食べてない食べてない食べてない。うん。やめてそんな変なこと言うの。食べてない一切食べてない朝から。食べてない。朝からコーラ1本だけ。あ。これ便利だねこれ。なかなかこれ。これもういけるこれ。箸あるかな。あ箸ないの。あありますね。箸なかったら持ってきて持ってきて。あそこそこに入ってるそこに。箸なかったらだってそんな大やけどじゃん。いくよ。おいいよ。最高やん。いいよいいよ最高最高。上がった上がった。ちょっと油足りんかな。あいいですね。確かに。油がね足らんとひっくり返してくれ。なっちゃった。硬くなって美味しくないんだよ。あいやせんべいだった。だから。ちょっと待って箸。ベストなタイミングで食わんとな。これが贅沢だよね、これ外で。もうこんなもんでいい？あ、揚げてっぽい。あー、これ先、いい感じできます、大きい方。天然のハゼ、いただきます。缶詰のやつ。アホか。うまい。極上だね。極上？いやいや、もう一回、や、ちょっと、やっとそうだ。美味しいけど、ちょっと軽く生臭い。あ、本当ですか。ちょっとこう汚ねえもん、この子。もっと綺麗なところで汚ねえもんだ。みんな作るもんね、けどみんな作る。もうちょいみんな食べとん。これ俺が食べたやつ。そう。ちょっともうちょいやったんだ。やっぱ真水でちょっと洗った方がいいんじゃないですか。生臭かったですよね。なんかそんなこと昔の人やったんだ。ああ、まあまあ確かに。まあ火通したら OK やでね。もうこれ揚げすぎですって。揚げすぎだと。これは揚げすぎ。これ石丸さん、それ。山丸がこっちやろ。それこれ、はい、でちょっと俺もう一回いただくわ、うん、いただきます。ちょっとどこの味あるんですか。ある唐揚げ粉で。あうまい。あうまい。あいける。うんで俺これ食おうか、うん、うまい。さっきのちょっと俺生揚げだったんだわ。めちゃめちゃうまいよ。これうまい。食べてみや。いただきます。どう。絶品。うまいよね。でやればいいんだ。これは普通にまずね開くだけ。鱗全部取って綺麗にで頭を落として開いて。あ結構取れるな。で骨も取れるからね。はい。でかいサイズ尺やから。開けばいいのかな。しかもこれこの綺麗な海のね傷でノギスなんだよ。で石丸さんも平すぎ食べさせるから今日開く、うん、あれは食えんからね、うん、簡単だよ。でパカッて開くんです。それでグワーッてもうずーっと奥まで入れて。そう包丁がいまいち切れんだよな。そうだよね。そうこれむずいわ。このですね。手でグリグリグリとかで身も取れちゃってさ。まあいいやこれで。せっかくの食事ですからね。もう身が多いもんで食いきれんよ。取れたでしょこれ。骨だけ。あ取る。あこれもあいいわ。骨だけ取って骨はね取っといて二度揚げして食べてもらう。骨だけ。これを、うん、骨捨ててね。これは揚げてやる。これ骨まで食べるんですか。骨食べる。これ石丸さん食べてもらう。一番美味しいやつ。これ骨か本当に。ほら骨は食えんよ。これノギスの骨はね。それちょっと半分にして、それ半分にしてちょっと分けて食おうよ。もうねキスはこれでいけるよ。まだ早い。ちょっと待って。臭みないからキスは。この骨は。骨は結構揚げた。パリパリになる。いやまだ早い俺決まった。さっき俺それ騙されてハゼ食ったかった。騙してないよ。いやいやもういけるって食べたやん。生臭いやんまだ。だからタイミング重要なのよ。ほんで俺この間はさ、はい、一人で用意した時さこれを揚げすぎて食べたらあられになっちゃった。そう全然うまいと美味しくない。いやいやだからカリッカリになっちゃったんだけど。刺身でもいけるじゃんキスは。刺身なんてあるんですか。刺身のキスは刺身のキス後はくださいよ。ノギス。ああノギス箸やばいよやばいよ。ちょっと手が汚れすぎとって。まあ上がりすぎる上がりすぎるよこれ。ここに上げといてください。うん、はい、僕はい。もうさばいちゃう。いいっすよこれ。あいいよ食べていいよ。石丸さん食べやこれ。これ行きますね。ああ行きます。どう。うん、うまいね。おいしい。ただ前回のさ小麦粉とこれってどっちがおいしい。たった揚げの味にしたいこれ鶏の。うん、まあ、これはこれでうまいけどね。これはこれでもおいしいですね、うん、これハゼ。これキス。もう一匹。ああもう一匹ね。このハゼ食って。で今度この人やった
もうだからさ、食料でさ、はい、今ないけど食料の恨みは怖いって昔言ったのよ。そうですね、人殺しなんだから、ご飯取られたって。これもあげちゃうか、うん、もったいないから。この尻尾何それ、何キスの尻尾。あ、キスの尻尾。あ、もう どこでも食料になるじゃない、これ。しまいにその辺の野菜とか取ってきてあげ始めちゃった、危ないで。あ、うまいな。欲しいよ、続き。はい、どうぞ。うわ、ひらす、これはこれは食いどころあるって。これちっちゃい方やろ。ひらいったろかな、ね、でかい方。あ、でかい方、こんなちっちゃかったっけ。嘘やん、もっと見て、もっとでかいの方でしょ。あれ、これこれこれ、もういいでしょ、これ。じゃ食べやろ。もうちょい行った方がいいんじゃない。え、もうこれ多分もう食べれる、食べれる。ちょっと早く食べや、食べや、食べていいよ、食べや、あんた食べや、食べますよ、食べや、食べや。いた、包丁が全然切れない。ほんな、かまんの。食べよ、食べよ、食べよ。どう、もうほんな、尻尾もどう。うまい、ハゼ、うまい、うまい、うまいよね。お、綺麗に切れたよ。上等上等。ほら、できたできたできた。めっちゃうまそう。ちょっと見せて。え、それも骨いくの？で、それ3人で食べたって。これもね、多分ちっちゃいからね。まあ、いけるいけるいける。骨いけるんじゃないかな。あれ、これスズキですよね。平スズキ。あ、平スズキ。今これ火めっちゃ強くない？そう、今腹の方が。オッケー。今釣ったばっかの平スズキだね。はい。うまくないわけないですね。これは美味しいよ。お茶が釣ったやつや。僕釣ってないの。僕ボラですもん。これ高橋さん釣ってる。あ、俺が釣ったんか。匂いやばいやん。やばいっすよ。いいよ、3人で食べや。大したほうがいいんじゃない。お願いします。うん、これちょっとそれエビがデビゾリになっちゃってるから。もうちょいで食えるよ、これ。やばい。あ、もう食えるよ、これ。刺身でいけるんだから。え、本当に刺身でいける、これ。いけるよ、これ。だけど骨あるもんで、もうちょい。もうちょい。で、骨の方はね。はい。で、これはもういけると思う。いけそう、これ絶対うまい。これは行った方がいいですよ。ちょっと待って、味見。これじゃあ、これ半分だ。ここ、ひとかじりしていいですよ。僕、大丈夫なんで。大丈夫。あのね、みんなね、これね、汚いものだと思ってるけど、これ、めっちゃこれ。はいはいはい。早く早く食べてください。早く早く食べてください。ここだけもらうよ。いただきます。あの、一番美味しそうなところ食べてください。どう？どう？あ、めちゃめちゃ美味しい。あ、これじゃあ食います？食べや、食べや。いや、いい。美味しかった？これ、もう二度揚げしたら、菌が。金、淡白でね、うん、美味しい。平はうまいでしょ。美味しい、これ。これマジで味わいたいんですけど。ゼプイヤだから食べや、全部。うん、もうこっち写真で撮ったけど。写真？いや、動画で。全国放送で。本当ですか。じゃあいただきます。うん、こんな感じですか。うん、平鈴木、これどんな味？うわー、これ。高橋さん、ちょっとこれ食べてくださいよ。あ、本当？マジでうまい。いや、ちょろっとだけ、ちょっとだけ。熱いですね。ちょっともうかじっちゃう、かじる。あんすればいいですよ。うん、うわ、めっちゃうまくないですか、これ。ひらめっちゃうまい。ちょっと骨が気になりますけどね。うまい、うまいですよね。とろみがある、うん、で、キスごとハゼごとまだ違う。ひら、うまいわ、これね。ひら一番うまいかもしれない、これ、うん、揚げもちょうどいい。身がふんわりして、うん、あ、そう、ね、ふんわりや、うん、柔らかかった。うまいね、これ。これうまい。で、今釣ったば刺身でいけるんから。これうまい、これ贅沢ですね。そうだよ、だって刺身で食べられちゃうやつ。骨食べたら食べていい。いや、これめちゃめちゃうめえわ。あ、骨？だって今日初めてのが、なんでうまいかっていうとさ、今日初めて食べるご飯や。お、いい音。だからうまいんだよ。いい音。正直ね、中骨はきつい。嘘、何？まずい？中骨はね、骨がすごいけど、うん、こっちの周りは美味しい。まだある？まだある。さばこうか。うん、じゃあちょっとあと全部食べちゃおう。もう嫌になっちゃう、喧嘩になっちゃう。腹減っとる方、みんな腹減っとるから。あ、キスがおるやん。あ、ヒラおるやん、もう一匹。ヒラいました？うん、あ、本当だ。全部俺の子がさ、ヒラヒラ言うとったら笑われとった。笑われとった。隣の釣り人におじさんに笑われとった。どういう風な感じ？ひらひらかなみたいな。ひらひらって知ったかぶりでな。あれ、これず、そうなってたら料理なんだけど、うん、こう待って鱗取る。あ、鱗。こっちから。こっちから。こうやって全部強く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 。ああ、上手ですね、上手です。いや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 。強く強く全部強く。で、反対反対。え、こんなもんでいいん？うん、で、反対反対。反対。背びれが結構危ないから。で、こっち逆です。逆です。はい。うろこ強く強く。あ、取れてますね。あ、背から頭向けて。うろこ強く強く全部取る。そう。で、取ったら OK。 取ったらはい、取りました。はい、逆にして頭を落とす。頭を落とす。うん、こうして、まあ、何でも頭を、うん、ここをこうかな、こうかな。
これでガーンと落としていきますよ。おおおお、危ない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 大事件大事件、あぶ、やけどした、やけどした、やけどやけど、大丈夫、ちょっと触る方がいいんじゃない、危ない危ない危ない、どうなった今、いや押す押したから、まあしゃあないわ、事故事故、足が、うん、頭取れましたね、うん、それで取って、はい、今度こうして中のここ開く、ここですか、この油、うん、そこそこそう何が、ここだ、そっちないと、そうだね、うん、いいね、そう、ここですか、そうそう、そこをこれ結構グリってやって、うん、開いて内臓取り出しちゃう、うん、あ、あそこにある、ランタン大丈夫、そうそう、そんな感じ、ここで、うん、そうそう、そうよ、取れんな、そうそう、難しいよ、そうそうそう、でクイッ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 と、うん、ガーッ、引っ張っちゃって、いきますね、あー、いい、いい、上手上手上手、うん、ナイス、でこれ今こうなった時にここでこうやればよかった、はい、そしたら尻尾をつけたいからさ、衣、エビフライ、あー、なるほど、エビフライや、あそこでトーンってやる、さすが、あそこ尻尾残すの、見た目も大事ですからね、料理人はね、結構硬かったね、うん、食べとる、食べますよ、食べますよ、どうです、全部ヒラは最高、しかもさ、ヒラってさ、はい、まあ一緒に一回出るかどうかの魚やん、本当ですか、そうだよ、しかも本当にありがめちゃめちゃ貴重なのよ、骨まで食べない感じ、だからこの辺でヒラ出ることないからラッキーやったやんって、今日はやった、うん、あ、石丸さん、これ僕いただいていいですか、あ、どうぞ、骨ください、どう味、ちょっともうちょっとカリッと、生臭い、いや、大丈夫大丈夫、おいしいおいしい、オッケー、いや、これ美味しい、だから今からさ、はい、あの、まだやるんやろ、僕らはやります、自給自足生活、はい、あ、自給自足じゃないですね、いや、だから釣ったもんしか食えれませんやったやろ、いや、もうあ、ラーメンも食っとる、いや、食ってないですけど、あの今からは、うん、あの、茶がきでちょっと、いや、だから、その自給自足生活やろ、違います、釣りです、あ、普通の釣りだけ、はい、じゃあ、みんなで行くで、いやいや、もういいよ、俺行きましょうよ、高橋さん、いや、ちょっと明日早いんだわ、本当ですか、そうそう、東京行かないかんし、東京行くんですか、行くよ、これは僕毎日だよって、うわ、忙しいですね、うん、だから自給自足税関、俺だから1ヶ月無人泊まらないかんし、あー、忙しいですね、うん、1ヶ月無人、持ちますか、体、無人島でトカゲ食うっていう、あー、うん、そんな企画まであるんですね、あるよ、あれみんなやらせてやっとんやろ、多分そうですね、ガチなのみんな、いや、わかんないです、そればっかりは、また帰ろうか、いや、僕らは、あ、釣り行くんだ、今からちょっとまた、オッケーオッケー、はい、じゃあまた、はい、ありがとうございました、okay、お疲れ様です。